東ハンガリー王国は、近世ハンガリー東部に存在したハンガリー王国の分裂国家。実際には、正当なハンガリー王国を辞任しており、当時、東ハンガリー王国という国語が使われていたわけではない。サポヤイ家のサポヤイヤーノ氏とその息子ヤーノシュジグモンドが1526年から1570年まで、統治し、西部を支配し、 ハンガリー王を称するハプスブルク家と争った。東ハンガリー王国は同じくハプスブルク家と敵対するオスマン帝国の直接的、間接的な支援を受けていた。ヤーヌ種一世のハンガリー王位はヨーロッパの多くのキリスト教国からは承認されなかった。ハプスブルク家と東ハンガリー王国の領域は1538年の ナジバーラド条約で一旦確定し、後の統合が定められたが、ヤーの主一世死巨,巨時の混乱により履行されず、その後30年以上にわたり、分断が続いた。1570年、シュパヤー条約で、東ハンガリー王国はトランシルバニア公国に改変された。1526年、もはやちの戦いで、ハンガリー王ライオシュイが、オスマン帝国に敗れて戦死し、 ヤゲロウ朝が断絶した。しかし、オスマン軍は、ハンガリー全土を掌握することなく撤退し、ハンガリー王位をめぐる争いが勃発した。新生ローマ皇帝カール5世の弟で、オーストリア大公だった、フェルディナーンド1世は、ラヨシュ2世の姉アンナヤギエロと結婚していたことから、ハンガリー王位を請求したが、ほとんどのハンガリー貴族がこれに反発した。 選挙王政を採用するハンガリーにおいて、国内最大の大領主で、トランシルバニアのボイボダだったサポヤン・ヤーノ主が、ハンガリー王に選出され、ヤーノ主一世となった。1628年、フェルディナーンド一世は東、ハンガリーに侵攻し、ヤーノ主一世を一旦は追い払った。これに対抗するため、ヤーノ主一世は、 オスマン帝国のスレーマン一世と同盟を結び、1529年のウィーン包囲に至るオスマン軍のオーストリア遠征を引き起こした。ヤーヌ種一世はトランシルバニアとハンガリー平原東部を確保した。一方フェルディナー一世はクロアチア、ハンガリー平原西部、フェルビデークを手中に収めた。1538年、ナジバーラド条約で、 両勢力の勢力権が確定された。また、ヤーノシュ一世に子がいなかったためフェルディナーンド一世が、その後継者となることが決められ、将来的に、東西ハンガリーは、ハプスブルク家のもとで統一されるはずであった。1540年、ヤーノシュ一世のもとに、息子ヤーノシュジグモンドが生まれた。実に、ヤーのシュ一世死去のわずか9日前であった。数週間後、 サポヤ池を支持するハンガリー貴族は、幼児のヤーノシュジグモンドをヤーノシュ二世としてハンガリー王に即位させ、ここにナジバーラド条約は破棄された。ヤーノシュ二世の知性の大部分において母イザベラやギエロンカとエステルゴム大司教フラーテルジェルジが摂政として国政を握った。彼らはスレーマン一世の保護を求め、スレーマン一世はヤーノシュ二世を 自らの属国の王として承認した。1541年、フェルディナーン・ドは、ラジバーラド条約の履行を強行するため東、ハンガリーに侵攻した。フラーテルの要請を受けて駆けつけた、オスマン軍は、フェルディナーン・ドを撃退したが、そのままブダを占領して、ブディン州を置いた。これによりハンガリーは、ハプスブルク領ハンガリー、オスマン領ハンガリー、 東ハンガリー王国の3つに分断された。1540年代において、東ハンガリー王国がハントとした領域は、マラムレ州、サボルジ、サトマーレ、ソルノク、ビハール、ベーケー州、チョングラード、アラド、チャナード、バナトなどが挙げられる。バーラドや立派などの大都市が、地域の中で卓越した力を持ち、各地のマグナートに対し優位についていた。 最も裕福だった大貴族の一人、ペーテル・ペトロビッチは、バナトの絶対的な支配者だったが、サポーヤイ家に忠実で、フラーテルの衝性に協力した。こうした大貴族は地元では、かなりの自治を認められていた。1540年から1541年に、かけての混乱の中で、ブダの高等法院などの統治機構は消滅し、旧ハンガリー王国中枢部は、 トランシルバニアへの影響力をほぼ失った。旧来のボイボダによる統治も難しくなっていた。フラーテルは統治機構を作り直し、1542年にジュラフェヘールワールに新たな宮廷を置いた。ヤーノシュ2世の東ハンガリー王国は、ポーランド王、ジグムント一世への指示も受けていた。ジグムント一世はかつて、ヤーノシュ一世の妹バルバラザーポーリアと結婚しており、また、 ヤーの主二世の母イザベラは、ジグムント一世の娘であった。しかし1543年に、フェルディナー一世の妹エリーザベトが、ジグムント一世の息子と結婚したことで、ポーランド王国は、ハンガリー問題において、中立の立場に移った。1543年から1544年に、かけてロゲンドルフ率いるハプスブルク軍が東方へ、侵攻したが、 この遠征は、バーフ川に沿った、王領ハンガリーの交通路を守ることしかできず、オスマン軍に敗れたことでむしろ、ハプスブルク家の影響力を弱める結果に終わった。1544年8月、旧ハンガリー王国中部のティサ川流域の弁務官らがトゥルダにあるトランシルバニア政府に参じた。これにより、トランシルバニアは中世ハンガリー王国の正当な後継者となった。 ドイツ系住民はハプスブルク家を支持し東ハンガリー王国への貢献に消極的だった。ほぼ唯一セベンのマグナートであるペーテル・ハーラルは王国に忠実だった。政系人の中でも二人の摂政の支持者は少なかった。ヤーノ主二世の支持者の多くはトランシルバニアに血縁や遅延を持っていなかったがそうした人々の一族が高級管理や地方役人に 多く用いられた。東ハンガリー王国の支配者層は、ハンガリーの再統一を志しており、フラーテルは常にこの人々の欲求による圧力を受けていた。摂政のフラーテルとイザベラの関係は極めて、険悪であった。フラーテルは、オスマン帝国を捨てて、フェルディナーンドと同盟し、1549年に、イザベラに、ニールバートア条約を結ばせた。 これは、トランシルバニアを、フェルディナーンド一世に譲り渡す内容であり、イザベラは直ちに、オスマン帝国に通報、イザベラ軍とフラーテル・ハプスブルク家軍の内戦が、勃発した。フラーテルの軍は1550年、1551年の二度に、渡り、ジュラフェ・ヘール・ワールを包囲した。ハプスブルク家は、ジョバンニ・バティスタ・カスタルド率いる軍勢をティサ川地方に、 送り込んだ。1551年、カスタルドは裏で、オスマン帝国との連絡を取っていた、フラーテルを裏切り者とみなし暗殺した。ヤーノ主二世とイザベラはポーランドへ亡命した。この混乱の中、1552年に、オスマン帝国のスレーマン一世がハンガリーに、再侵攻し、ベスプレーム、ドレーゲー、ソルノク、リッパ、ティミショアラ、カランセベ州を占領し、 旧ハンガリー王国中部の広大な領域を併合した。唯一、エゲル城がイシュトバーンの貿易下で持ちこたえた。1553年、フェルディナーンド一世はカスタルドの軍を撤退させた。1554年、スレーマン一世は再び遠征し、シャルゴー、フィラコボを占領した。1556年、トランシルバニアの貴族は、 ヤーノシュ2世をポーランドから呼び戻し、セベシュでトランシルバニア公、ハンガリー王に再選出した。1568年、ヤーノシュ2世はトゥルダの直令を発し、当時としては極めて広範な心境の自由を認めた。トランシルバニア公国の領域。コイチャがパルティウム、ウスチャがトランシルバニア。1570年、ヤーノシュ2世は、 フェルディナンド一世の後を継いでいたハプスブルク家のミクシャ一世とシュパイアー条約を結んだ。ヤーの主二世はハンガリー王位を放棄してミクシャ一世を唯一のハンガリー王として承認した。ここに東ハンガリー王国は消滅した。その代償としてミクシャ一世はヤーの主二世をトランシルバニア及びハンガリー王国の一部の公として認めた。 翌1571年、ヤーの主二世は死去した。シュパヤー条約は、ナジバーラド条約と同様に統一ハンガリーという存在の裏付けとなった。トランシルバニア及びパルティウムのコーヤーの主二世が、ハンガリー王ミクシャ一世の進化と規定されたからである。パルティウムは、以前からサポーヤー家が支配していたが、ハプスブルク家はこれを公式に認めた。この面から見ると、 ヤーノ主二世は称号ステリ領ードを獲得したと言える。こうして成立したトランシルバニア公国は、結局ヤーノ主二世の後を継いだ、バートリー・シュトバーン以降ハプスブルク家から離れ、再びオスマン帝国に行動するようになった。オーストリアとオスマン帝国の間の対立に、トランシルバニア公国に対する、総資権の争奪という要素が加わることとなった。ありがとうございます。